4、3、2、今日は久しぶりに竹中平蔵先生とテレビでご一緒させていただきました。やっぱり私一番黒田先生の発言で気になったのは、やっぱり骨太方針に経済の政策がないっていうところは非常に私も同感なんですが、もう少しお話しいただけますか。そうですね、今、まあ、原油が高くなって農産物が高くなって経済運営が非常に難しくなっている、スタグフレーションの中で経済運営どうするか、そこを一番知りたいところなんですけども、今回骨太方針その部分を書いているのが40数ページの中で半ページなんですよね。でそこに対してもっと明快なメッセージが欲しかったですね。金融政策をどうするのかということ、それと対外的な交渉をどうしていくのかということですよね。今スタグフレーションってお話をされましたけど、この間ある方と話したらですね、アグリカルチャーとインフレーションをくっつけですね、アグスレーションっていう言葉が出てると、やっぱりその農産物の価格がどんどん上がる、これはなかなか抑えることができないっていう意味だと思うんですけども、そうですね、ですから例えば今ですね、何が起こってるかというと、アフリカのサブサハラ南部の国がすごい成長してると、なぜかというと農産物の価格が上がって、それで輸出が増えて儲かってる、問題はその儲かったお金を食料の増産に投資してほしいわけですよね。でもそれが投資になかなか向かわない、そういうのを助けるのが実は日本の重要な成果、そうなんですよね。戦略的な ODA、 これも竹中先生の持論だと思いますけれども、こういうものを進めていかなければならないと思いますが、最後に一言宣伝、2008年の骨太にはオリンピックを成功させよう、日本でオリンピックをという2行を入れさせていただくことができました。